金代一光介悪魔の高誕祭。悪魔の高誕祭は、横溝正史の中編推理小説。金代一光介シリーズの一つ。本作は、オール読み物1958年1月号に、発表後、約3倍の長さに開講された。角川文庫、悪魔の高誕祭に収録されている。本作の設定と真相には、後年に刊行された。 ある長編作品の原型的な部分がある。1957年12月20日、金大地孝介が、轟警部の持ってきた事件の関係で、外出しようとした、刹那、小山純子と名乗る女性から相談の電話が入った。轟警部の件を優先することにした孝介は、彼女に夜9時までに、緑が丘荘の自分のフラットに来るように伝える。しかし、 轟き警部の剣に大体目鼻をつけて、ジャスト9時にフラットへ戻ってきた孝介を待っていたのは、地味な飛び色のスーツを着た女性の死体であった。緑顔丘僧管理人の山崎から女性が、小山淳子と名乗ったことや、所持品から小山淳子は、偽名で、本名は、賀陽子で、ジャズシンガーの関口玉木のマネージャーであること、さらに死因は、青酸カリによる毒殺であることなどが判明する。 彼女のバッグには、新聞記事の切り抜きの写真が残されており、その写真には、関口玉木とその夫、服部哲也、ピアニストの道、明寺修二、上半身が切られた、ゆず重子が写されていた。さらに、壁の日めくりカレンダーは5日分が剥ぎ取られて25日を示していた。また、その後の調査で、服部哲也の前妻のかな子も、 生産狩りを飲んで死んでいたことが判明した。そして25日当日、西尾木久保の服部夫妻の家で、新居披露のパーティーの最中に、服部哲也が玉城の部屋で、視察隊となって発見される。発見したのは、玉城と、道、明寺修司で、二人は、お互いを名乗る走り書きで玉城の部屋におびき寄せられた、こと、哲也は、 玉木の部屋と浴室の脱衣場に通ずる小廊下で刺されて死体が玉木の部屋のドアの向こうで倒れずにもたれかかっていてドアを開けたために部屋に倒れ込んできたことなどが判明する当初は玉城と同名字が疑われたが脱衣場で徹也と話をしたという徹也の娘ゆき子とそれを目撃した女中の浜田豊子の証言玉城と同名字の中を疑い二人を監視していた ゆずきしげこの証言などから、二人に犯行機会がないことが判明し、捜査は行き詰まる。それから1ヶ月後の1月下旬、玉木の家で彼女と同僚児の婚約披露の縁が催されたその席で、最後の惨劇とともに、事件は一挙に解決する。前半は細かく過剰を施しているが、ストーリーが変わるような変更は前半にはない。 原型短編では徹夜殺害直後の聴取で、幸子が脱衣場へ行ったことを認めず、イヤリングの発見場所を明かされて、自殺を図り、そのまま近代地の謎解きへと進んでいるところを、脱衣場へ行ったこと自体は認める設定に変更して、その時点では解決しない設定としている。その後、玉木が自分の犯行だと主張して、矛盾を指摘される展開を経て、1月下旬の、 婚約披露の場面へと進む流れが全く新たに追加されている。1988年、角川カセット文庫として発売された。ありがとうございます。